伝えた方、ガチガチの月読みと。もうこれはエスゴっぽいね。釣りたいね。小泉さん、ロック使う機会減ってるから超軽機。あ、確かにね。ちょっと超軽機はコスト20だからな。大ロックの方は、まあその性能でいいと思うんですけど、小ロックの方はね、小ロックにプラスして、ちょっと特殊ダメージ、まあ1000でも1500でも欲しかったかな。まあ2000とかになってくると結構強いと思うんですけど、さすがに。ちょっと小ロックプラス、まあやや、多少の特殊ダメージ欲しかったかな。単純に、まあ、ロック、小ロックだけってなっちゃうと、まあ、英語マと一緒ですもんね。まあ、ツインスキルなんで、まあ、さすがに、単純なあれとは比較できないですけど。さあ、スーちゃん来た？早いね。うわ、もうこんな HP 差あんの？いかつ。1万以上 HP 差あるんだけど。そんなんで、いいの？まあ大体 X 来るっしょ。X って、まあコンボ食らってるようじゃ、もう無理なんだよな。取るしかないっすよね。さあ、ライラ来ますが、まあ取るかかわすんすけど、まあかわしはかわしできついんだよな。まあ取りますか。さあ、吸収毒、回復、いろいろやっていきますが、次アンチヒール打って取らせた方がいいのかな？どうすかね？角だったらアンチヒール刺さりそうですが、どうでしょうか。ここはね、一応東亜いるんで、まあ、そこまでの打点は出してこないと思うんですけど、まあ、そこそこの打点よと。お、操御球ナイス。これを打ちましょう。アンチヒールショット使えないかな。てかもうここで半分いっちゃうか。オッケーオッケー。まあ、取ってくるっしょ。で、リリアス打つでしょ。で、ロック打ってフィニッシャーかな。ノート遅れてるのは助かってますね。スーちゃんぶち込まれましたけど。まあ、月読みスー、ノート、ペトラ、ウィブサニアかな。お、さ、逆に相手がアンチヒール打っていく。割とのんびりしてきましたが。さあ、ケラビングか。ケラビングはね、アンチヒール刺さっちゃうんで、いまいちよと。これ打ちましょう。バイセコンボ控えてるのがいかついんだよな。いや、結構この反射痛いね、反転。で、毒ぶち込んでって。これ A の4でしょ？ A の4のコンボスキル弱かったらどうしようかな。弱かったらバイセコンボ潰すっていう手あるけど、まあ、コンボコンボになるから。うわ、それはやばい。じゃあ、ロックいきましょう。バイセでバイセ出るんじゃないかっていう疑いあるんですけど。どうですかね。あと、これちなみに飛ばせんのかっていう。毒残ってますけど。どうかな。まあ、ここしかないですね。ロック打ちましょう。さあ、 B ゴマ釣れるかどうか。釣れてファウスト引きかな。これケラブでいけんのか。これあー、いけそうかな。5000か。いや、微妙だね。毒入るでしょ。まあ、いけるか、アタックで。さあ、 B ゴマ来い。バイセが来ると厳しいよと。コンボ相手何回使った。ノート使ってないからまだオーダーシー完成しないかな、意外と。さあ、 S5 でしょ。あなたどうなの。S5 なんじゃないの。あ、違ったシンプルに名鉄だった。これコンボつなげられたらどうだった。いや、さすがに大丈夫か。最大3500ですもんね。大体ね、これあの C の頃でもうダブコン絶対使いたいマンっていう感じなんですが、まあ、代償も食らってくれたんで、セーフやと。オッケー。なんか B ゴマ入ってそうな HP だけどな。なかなか釣れませんね。おっと、さあ、強発のナルダル来ましたよと。火炎タイプだと燃やされてしまうんですが、どうでしょうか。さあ、後手番引いてって。何、初手フルフレアだと。打点出してきましたね。どういう手駒なんだろう。
ナルダル所定に打っても良さそうですけどね。フルフレアできたか。まあ、アンジェイルがきついから先に打ってきたっていうことか。ヨウさんこんばんは。アンチヒル経過で先に使ってきたっぽいな、これ。いや、それは痛え。これまずいっす。さあ、ファビ来まして。さあ、どう打っていくかなんですけど、マモンぶち込み。いや、わかんねえな。ちょっと、ファビかな。ファビ打って、角打って、右下 X マモンかな。マモンコンボ、まあ、強いっちゃ強いけど、打点じゃないからね。そこがどうなってるか。でここで、相手の方、ナルダル置いてきましたよ。ナルダルここで置いてきまして、おどうする？シンプル、ハデス？シンプルハデス打っていく E の4、ぶち込まれますよと。まあ、いっか。これがメイクの流儀だ。シンプルちょ、歯ですね。右下 X もあったけど、取られてファビオコンボ、まあ強いけど、回復しますけどっていうところか。火炎タイプか。いや、これは急に怪しくなってきた。それちょっと急に怪しいね。その人は。まあ、一旦様子見。まあ、S ゴマ抱えてんのかな。まあ、ヒマリとナルダルと、フルフレア打ってきて、もう一枚か。まあ、進化フェルグスかね。で、これ大体左下 X 来るんで。で、火炎効果アップ。あ、てか、火炎タイプか。これ、テュポンか、普通に。火炎タイプなんで、これ、テュポンっすね。冷静に考えて。さあ、軽く頭を使いましょうか。いや、これ燃えるなぁ。これ燃やされますね。マモンもうぶち込むか。まあ、これ取ってくるしかないと思うんですけど、取ってきてルキア打ってっていう感じかな。いや、まだロックいるんで前ます。ギリ前える。うん、まあ、取るしかないんで S 全体火炎さえ来なければ前えると思います。やばいのはフォーティアとかですかね。何出るかな。いや、フォーティア出てくると大火炎3枚でしょ。大火炎3枚の中火炎いくつ。いや、ちょっと怪しいか。あ、でもそうか、あれか、もうバーグルス終わったか。バーグルス終わりましたよと。それはセーフかな。火炎若干あるからね。耐えろ。ギリギリ危な。え、これいけるか。そもそもファビオあんまり打点出ないから、まあ、こっちか。 OK、 これはロック効きましたわ。だいたい火炎タイプはね、もう火炎ゴマしか来ないんで、まあフォーティアか、まあ、別の火炎ゴマかっていうところでしたね。 OK、 で一郎さんは今日超ゴマと強ゴマ回しまして、ベネディクト3体がいらないね。それはベネディクト3枚はさすがにいらないよと。さて相手の方、耐久ですか。まあ、これはもう後手番引いたんで、バチバチにもう盤面やっちゃおっかな。ゴリゴリのオバル耐久ですね。いや、手駒重くねえかこれ。大丈夫。さあ、これどうするんですかね。まあそこに行くしかないか。うん、まあどこ打っても厳しいっていうのはありますが、まあ大体角でいくかな。まあ、こっからっすね。アルキメデス取れるかどうかによるかな。あと、ルキアね、来て、相手のまあアルキメデス早く釣るか、それともあのオーラゴマ釣って、アンチヒル2回回避できないようにしたいですね。さあ、もう打てるところはあんまりないと思いますけど、これは A、B の1で潰してくんのかな。 B の1打って、相手自分がね、あの右上 X 打っちゃうと、マフェリー死んじゃうんでね。うん、ですよね。お、ここ、キリンを捨てていくか。なるほどですね。いや、ここどうしよっかな。どうやっていこっかな。結構むずくなっちゃったか。まあ、フェリー取られちゃうけど、フェルグ置いてみる。そろそろ絞れてきた。
うん、まあ多分スキマスイッチ入ってくると思うんですけど、相手もねマフェリ取りづらいとは思うんですよね。マフェリ取るとそのまんまあの左上で白座も取られちゃうんで、うん、エイドにもまあ考えられましたけど、ちょっと分かんなかったな今。さあ早めに相手、フィニッシャー級のやつ使ってきまして、ここでルキア打つか。ルキア打ってアルキメデス、あ、アルキメデスあれか使ってくるってこと。ここでアルキメデス逆に釣っちゃうことになっちゃうかな。まあ、オーラ釣れませんよと。ですよね。オッケーオッケー。まあでも、相手も。いや、オッケーか、これ。ちょっと待って。こっから3ターンでしょ？どうしよう。あと1、2、3。ブランサここか。ただ相手がね、これ打てるところが、もうマフェリ取りしかないか。オッケー。そしたらね、あれ取れるんで。で、アンチヒール置いて、なんちゃらかんちゃら。まあ、サタンいるんで、なんとかなるでしょ。サタンとフェルグ、コンボスキル使って。まあ、ほぼね、HP マックス、一旦なるんだが。これ、相手に一回打たせたいですね。てか、打てるか。打てるけど。オーラ捨てる。撃ってもらうか。え、これキャラクター取っちゃうんでサタン先っすね。で、これ削ってって、これね本当はね、まあ白座取りがいいと思うんですけど、あの相手に撃ってもらってアンチヒール生かしたいんで、これでいきます。さあ反転よと。で、それも反転してって。よし。さすがにね、オーバーロしてるだけありますね。サタンパイセン強いと。オッケー。よし。どんな感じかな。まだこれタイプがわかんねえのがきついよな、ナルダルは。まあ、火炎か神タイプっすかね。混合もあんのかな、この HP は。小見さんの、S5 は、所定の手駒に、マジか、S5 は全部来ます。いかつ。小見さんの S5 は、S5 デッキ、S5 は全部来るのか。まあ、一旦守護。まあ、次あたりでわかるかな。火炎タイプか、何タイプか。これ火炎タイプだとね、相手 B3 に十字架に打ってくるともう悶絶するんで、こっち。お、オーラか。じゃあ、これは混合タイプかな。ブランジェット打ってきて X からもうバチバチっていう感じか。なるほどですね。了解しました。じゃあ、そういう人はどうするかっていうと、まあ、一旦ケラブかな。あ、プリン大魔神さん、こんばんは。初見あわせ。プリン大魔神さん、初見ですかね。なんか前にも来てくださった気するんですけど、こんばんはっす。ぜひね、チャンネル登録もしてもらえると幸いです。さあ、一旦ケラブ打つんですけど、X 来る。囲いはないか、さすがに。ハンベンさんこんばんは。いや、これは取りましょう。こんなの取らない人いないからね。うわ、創魚球強い。魔物かな？トヤかな？どっちかな？まあ、投薬さえね、投薬を置いてって、投薬を置いて、相手に C の位置打たせて、で、フェルグを E のように打ってく、取ってくる。で、キラビング、動線通りますよと。で、ロック打って最後、魔物プラスケラブかなっていう感じかな。これ、召喚で相手の駒増えますからね。ペトラが、うわ、祭り入ってんの？マジかよ。祭り入ってるっていうことは、それすなわち、スーちゃんはいないんで、いや、マジか。ここちょっとフェルグ打とうと思ったけど迷うな。ここはしっかり 1.5 倍は、まあフェルグ打っとくか。そろそろ痺れてきた。まあ一旦痺れてもらえますか。まあ今毒気すればよかったな。
今 B3 置いて毒消した方がよかったかも。どの道フェルグ取ってくるんで。さあ謎の罠来ましたね。うわ引き強いね今日。どうした？まあ引いたら打ちましょう。ただ相手も HP 結構あるんだよな意外と。あとここにハデス普通に取られるんで、まあ次ロックかな。ロック打って守んかな。うん祭りの圧がね結構やばいんで。あとねこれね意外とねもうハデス無視でな殴り合いがあるんで D の2が そこがきついですね一番。これ3枚返しなんだよな。3枚返しか2枚返しっていうことっすね。うわコンボ封印は、3分の2か。まあさすがにかな。ロックでいくかなこれは。まあロックですよねこれは。取りながらさあ祭りの2枚返しがね F の4であるんで、まあロックではさすがに竜語は来ないでしょっていう。相手残り S コマ1枚なんですよね。まあ大体エア、ナルダルとトゥールラと祭りなんで残り1枚エアでしょ。さすがに大丈夫でしょ。竜語も来んのマジが。しかし大丈夫だよね。危なマジか。竜駒来るか。じゃあエンデガとエアとこれだったってこと。タリアってエンデガより下だっけ。まあいいや OK。 まあ、ちょっとねあの引き強でしたけど、まあでも S5 は1枚差なんでこれロック効いたね。 OK。 おさあ突く読み来ましたけど、これは S5 ですかね。さあ、さっきとちょっと似たような手駒になってますけど、どうかな。さあ、引きは悪くはないですね。ただやっぱノートがどうなるかっていうところですね。あ、これは B 駒入ってること確定しました。ただし、ロック引けるんですかっていう。引き強え。引き強えけど。相手も S5 投げてくるかな。てか今さ、あの執念エアレ普通にスキルで1800超えてたよね。 B5 までそれはダメだろ。リリアス打ちます。なんか陰踏んでるけど、リリアス打ちます。 X 来ます。いや X 来るか分かんないな。ただ総玉球相手の駒少ないから大して打点出ないよね。 7% か。いやーもうハデス、もう行くかこれ。若干反転するけど、まあロックじゃなくてあのコンボフィーもあるんで。コンボフィーもあるし、もうこれで押していきましょう。ペトラはでもコンボスキルないね一旦。さあロック来ましたが、もうロックとか打ってる時代じゃないのか。ちょっと駒投げですけど引いたんで打ちます。いやロック打ってる暇ねえか。ルラツキ読みフェルグとかっすかね。となるとアンチヒルが重要よと。さあ最速打ってきまして、グノーいんのかな。ただグノーいてもこっちは召喚するんで結構ね、的は外れますよと。さあ一旦ね、しびれてもらって、でまあ大体これかわすと思うんですけど、かわしか取るかなんですけど、まあ E の4かな。あそこあんのか。しまったな、それ強えわ。反射しますけど C の2の場合、あ吸収ですか。うーんまあ飛びはしないけど、まあ大丈夫か。 OKOK。
特殊の方だったらね、アウト でしたけど、相手、1枚返しなんで。で、マンモンと。OK! よし、ロックね、なかなか使えねえな。タイミングむずすぎるな。大変でした。